ティネ6日ロイター。ギリシャの財務次官は6日、ナチス・ドイツによる占領で、ギリシャが受けた損害に対するドイツの賠償額は、2790億ユーロ、かっこ、3051億7000万ドル近くに上るとの見方を示した。チプラス首相は、議会委員会を発足させ、先週から賠償請求に向けた作業を進めていた。 戦時賠償とナチス・ドイツに強要された融資の返済、歴史遺産の返還を求める方針。会計監査員、GAO は、ドイツがギリシャに2787億ユーロの返済義務があると算定。また、占領時の融資は103億ユーロ相当に上るという。一方、ドイツは、 1960年に1億1500万ドイツマルクの支払いを行いギリシャへの義務を果たしたと繰り返し主張している。